はい、フリーライターのいつか笑って過ごせる日村で,です。プロレスリング柴田さん、狂言平塚正幸口だけ山本太郎、下ネタ遠国橘隆後藤輝樹を猛批判、また揉める予感ということでやっていきたいと思います。はい、ということでですね、あの、ま、炎上系 YouTuber といったら語弊があるかもしれませんけれども、えー、プロレスリング柴田さんですね。まあ、あの以前にね、橘さんと揉めて、 あのー、裁判だけ勘弁してくれと、泣きながら謝ったね柴田さんなんですけども、あのー、こういう動画を上げたんですね、売名目的、遊び半分のやつは都知事選出るなよという動画を上げたんですね、その中で、99.9%、小池百合子当選で間違いないといった旨の発言をされ、えー、当選する気がないやつ、立候補するなよと、通っても何もできないやつ、立候補するなと。 いいうふううふに言ってるという感じなんですねで、まあ、ここまでだったらね別にあのいいんですけれども、うん、まずあの立候補検討って動画をアップされてたんですね。言うことはできるけど何もできないだから出ないと要はまあ釣りだったんでしょうね。できないことは分かってるんだという話をしてました。売名で出るのはダメ。言うのは簡単だけどできないんだと。 いう話で,す、ね、でまあねここまではまあ正論といえば正論なんですけれどもここからね名前を出さずに、えー、多くの立候補者を批判し始めるんですね。お金あげます言うのは簡単だけどできないというは感じの発言をされていてこれはあどう見ても俺は新選組の山本太郎さんなんですよね。あ,のあれがあったら何円あれがあったら何円配るみたいなことを言っていたとこれ言ってたの山本太郎さんですよね。 まずまあ最初に山本太郎さんを批判してると。で下ネタ、政権放送で下ネタ言うやつと。これやってたの誰かっていうと、後藤輝樹さんと立花隆さんですね、N 国の立花隆さんと、毎度騒がせの後藤輝樹さんですね。で、コロナ大したことがないという狂言じみなことを言っていたと。で、あと、カンペ見るなと。そんなやつ政治できねえよみたいなことを言っていた。これ、平塚正行さんですね。 うん、ちょっとここはね少し深掘っていきたいんですけれどもまああのコロナは風ただの風という発言をしている平塚さんで狂、えー、言じみているとこれあの専門家の、ね、発言とかも引用して話してるわけですよね平塚さんって大橋誠名誉教授であるとかいろいろな方の発言を引用していろんな先生の発言を引用したりして使っていっている。要は この方自身、平塚正行さん自身は、まあ、あの医者ではないけれども、専門家の意見をもとに、専門家の発信しているものをもとに言っていると。また、これ、あの厚生労働省も,もうずっと言ってるんですけれども、コロナウイルス感染症とは、ウイルス性の風邪の一種であると、風邪なんだということで言ってるわけですよね。で、を見ていたのの、も、要は、あの 手話を最大限に生かすためにカンペを見て確実に話したかったという人でそらくやっていたんだと思うんですけども、まあ、そこも批判していると。で、えー、プレゼンできているのは、まあ、小池さんだけなんだと小池合子さんだけだという話もされていてこれ、要は小池さん以外の21人はなんか出る資格がないぐらいの勢いで話されていたんですね考えもない考えも覚悟もないやつに立候補するなみたいなことを言っていたと。 いうことで、最後に、スーパークレイジー君、西本誠さんなんですけれども、に対しては、興味を選挙に興味を持ってほしいって言ってるけど、それは立候補せずにやれと。やってるやつ言うだろうって、なんか名前を出してました。で、なぜかこのスーパークレイジー君だけはスーパークレイジー君っていう名前を出してたんですね。西本誠ではなくて、西本誠さんの西本誠という名前ではなくて、スーパークレイジー君。これ、政党名、政治団体の名前なんですけども、もの方を出していたと。これね、あのー、まあ、炎上しそうというか、揉めそうですよねっていう。 まあご自身もね政治と野球の話をすると変なのが湧くから荒れるから出してこなかったけども今回言わせてくれという話をされてたんですけれどもまああの前立花さんと揉めたのにま揉めたからねこで名前を出さなかったんでしょうけどもこれもう誰かわかるじゃないですかお金をあげますっていうのは簡単だけどできないとかねあのこれがあったらいくらあれがあったらいくらって言ってたってこれ山本太郎さんですよどう見てもね普通に考えてで下ネタってまあ後藤さんと立花さん言ってましたよ で、コロナは大したことないって、コロナのこと言ってるのって、コロナは若手だなんて言ってるの、平塚さんしかいないわけですよ。これはね、あのー、まあ、めるよねっていう。まあ、今のところそこまで炎上してないみたいですけれども、まあ、これ、ちょっとずつ炎上広がっていくんじゃないのって。特に、まあ、平塚さんも触れてましたし、この件についてはね。えー、どう触れてたのかな。えっ、ー、と、これか。 ね、こういうのを人気者にして若者に,に多く触れさせることによって民度を落とすんだと。いう話をされていました。まあ、あの議論しようぜとも何とも今回言ってないみたいですけれども、まあ、ぜひねあの、平塚さんと討論をしていただければいいのかなと僕は思うんですけれども。で、まあね、あの、今回ね、ずるいなって思うのは、桜井さんのことはね、並を出してなくても批判してないんですね。 まあ、常年司さんのところにね、まあ、ラジオ中に突撃したりとか、そういうことされているから、多分、怖くて名前出せなかったんだとは思うんですけども、名前っていうか、その、やってることを出せなかったんだとは思うんですけれども、まあ、ね、っていう。まあ、そこはちょっとさすがに怖かったのかなって。で、あのー、下ネタの話だって、僕、立花隆さんの名前出しましたけど、出したけど、これ、あの、立花さんに何か言われたら、いや、後藤輝樹のことですって、立花さんのこと言ってるんじゃないですって言えるわけじゃないですか、これ。ね。ずるいですよね、これね。 立花、うん、さんのことを言ってるわけではありませんって言ったらもうこれで終わりじゃないですか。前にね、あの、やられてるわけで、立花さんには負けてるわけでね。要は、あの、なんだろう。ね。っていう感じ。で、まあ、あの、ちょっとね、言っときたいのはね、山本太郎さん自身は多分何も,して何もしないとは思いますけれども、これ、令和新選組の支持者の人って過激な人の中にはいるんですよ。 いい人もいっぱいいますけれどもいい人優しい人いっぱいいますけれどもまあ苦激な人もいるのでこれあの名前は出してないとはいえまあ,あの明らかに山本さんのこことをおちょくってるるよように聞こえるわけですよねもっと言えばこれあの小池さんだけが合格点っていう話をしてできてるのは小池理子だけだって言ってるってことは他の21人はダメだって言ってるわけでそうなってくるとまああのうつ梅賢治さんとかねそういう方も批判してることになるわけじゃないですか。 ちょっとあの敵を作りすぎじゃないですかね、柴田さんっていう感じで。これだけやっちゃうと、ちょっとさすがにまずいんじゃないのっていうふうに思いますよね。で、あの、都知事選挙、まあ、都知事選だけじゃないですけども、選挙っていうのは誰にでも出る資格があるわけですよね。出る権利あるんですよ、誰でも。僕だって立候補しようと思ったら立候補できるんですよ。まあ、教託金さえ払えばね。それがルールなわけですよね。バ名選手権にしちゃだめだって、そういう意見もわかるけれども、でも、 誰ででも自由に立候補できるまあお金の負担はありますけどねっていうのが民主主義なわけですよそこをルールの中でやってる人たちっていうのをちょっと批判するのっていうのもどうなのかなと思いますみんな一応ねいろんな公約掲げてるわけですそれができるかできないかっていうのは別の水問題だけれども掲げてるわけですよね通ったらそれをしようとするに決まってるわけじゃないですかうん まあね、確かに、あの、よくわからないことを言ってる方もいるので、言わんとすることはわかるんですけれども、うん。特にね、その、ちゃんと政策を言ってる山本さんとかね、批判しちゃうのはどうなのかなっていう。いや、こういう批判の仕方だね。うん。なんでできないのかっていうのを説明していくんだったらわからんでもないけれども、要はその、いろんな人のことを言って、まあ、炎上したいのかなっていう。 ところで、ちょっと今回動画にさせていただいたんですけれども、ちょっとあの、あっちこっちにね、あの、ね、油まいて火つけてっていう、まあ、もともとまあ、炎上が売りの人だったので、まあ、今回もちょっと炎上して、動画再生数伸びたらいいかなっていう話なのかもしれないですけども、なんかこのちょっと前に、えなんか収益が落ちてると、広告収入が落ちてるみたいな話もされてたというのも、ちょっとちらっと Twitter 探してたらあったので、まあ、その辺もあって、 まあちょっと炎上してもう一回ね再生数伸ばそうぜっていうふうにプロレスリング柴田さん思ったのかもしれないですけれどもまああのねちょっとなんだかなっていうふうに思いましたこれねあのそれはね平塚さんだって不快感示しますよねっていういやこれについてはコロナが大したことないっていうところコロナ はただの風でであるるいうことに関しては色々説明してては説明わけです僕も動画を上げててて説明ししいいるわけですよ多分それ聞いてないし見てないよろっていうわけではなく平塚さんがどういう主張でコロナはただの風邪って言ってるのかっていうのとかどういう根拠があってどういう専門家がそういうことを言っているのかどのくらい死者が出ているのかっていうあたりをしっかりと説明してるわけでそれを見た上で例えばその数字はあのそういう使い方をしてはいけないとかねそういう批判をするのはともかく大雑把にざっくり批判してるんですね全部。 うん、ちょっとどうなのかなっていう、うん、ふうに思いました。うんね、まあまあもともと炎上系の人なんでしょうから、まあ、炎上したかったのかもしれないけれども、ちょっと、うん、ひどいように僕は思ったかなっていう感じですね。うん、まあ支持者の人はね、みんなちょっと怒っていいんじゃないかなっていう。今のところ、あのこの柴田さんの、ね、動画、あんま荒れてないみたいですけども、ちらちらちょっとなんか、あの そういうコメントもついているような気もしますけれどもまあ思ったより荒れてないなっていうふうには思いましたけどね、うん、もっと荒れてもいいんじゃないかなっていうまああの合わせって意味じゃなくてね、うん、ちょっとあの反論するねものが出てきてもいいのかなっていうところではあるんですよね、うん、と思います。 今、パーッとまた見てるんですけどね。コメントね。うん、まあ、まあ、そんなに今のとこ荒れてないかな。ああ、書いた人も言いますね。山本さんのこと言ってるんでしたら、彼は明確に詳しく解説してますよ、と。ちゃんと見てから言え、と。まあ、僕も同じようなこと言いましたよね、さっきね。まあ、説明してるわけですよ、みんなね。こういう政策なんですと。こうやったらできるんですと。うん。なんか、その、表面だけを見てね。 批判してるように僕に僕はは見えたのでちょっとこれはないんじゃなないいいのっっててう,うに思ししまいました、うん、なんか全員のただのアンチみたいな小池さん以外全員のただのアンチみたいな小池百る子すげえってあげてなんかあのね後で小池さんに褒められたいみたいな感じなんですか広告出たいなみたいな感じなんですかっていうふうに思ってしまいました以上です、えー、よろしければですねチャンネル登録していってくださいフリーレイダーのいつか笑って過ごせるひまででした